ハンスジマーは、ドイツ出身の作曲家。映画音楽の制作で知られる。これまでに、計1 1回のアカデミー賞ノミネート経験や、計1 4回のゴールデングローブ賞ノミネート経験を持つ、最も著名な映画音楽作曲家の一人である。10代で、イギリスに渡り、その後アメリカに移り住む。現在は、妻スザンヌと4人の子供と共に、ロサンゼルス在住。 西ドイツのフランクフルトで生まれ、10代でイギリスロンドンに移住し、学費が高いことでも知られる名門ハート・オート・ハウス、スクールに通う。キーボードとシンセサイザーの演奏者として、ラジオスターの悲劇で有名なバグルスなどのバンドと仕事をしていた。1980年代にイギリスの映画音楽作曲家、スタンリー・マイヤーズに支持した後、渡米。 1988年のレインマンの音楽がアカデミー賞にノミネートされ一躍脚光を浴びる。1994年のライオンキングでアカデミー作曲賞を呼びゴールデングローブ賞を受賞する。2000年代以降は特にクリストファー・ノーラン監督とのタッグで知られ、バットマン・ビギンズ以降の長編7作品中6作品で作曲を担当しており、 うち3回でオスカーノミネーションを果たしている。更新の育成に積極的であり、自身が率いる作曲家グループ、リモートコントロールの文化生には、マーク・マンシーナ、トレバー・ラビン、ハリー・グレッグソン・ウィリアムズ、ルパート・グレッグソン・ウィリアムズ、クラウス・バデルト、スティーブ・ジャブロンスキー、ラミン・ジャバディ、ローン・バルフ等がいる。シンセサイザーとオーケストラをミックスさせた。 壮大で耳当たりの良いメロディアスな楽曲が特徴的である。低音域の協調やミュート、コーラスなども効果的に用い、映像の展開や演者の動き、また心境の変化などにも合わせた緻密な編曲を組むだけでなく場面や舞台に応じた幅広いジャンルの曲調を操ることもできる。従来はバックグラウンドで単調に流される傾向が強かった。 映画音楽の役割をこれまで以上に演出効果の一部として音楽に担わせることを成功させている。作曲には Windows マシン上のカペースを用いており、彼、オリジナルのサンプル音源や VST エクスプレッションを駆使して自分の頭の中で鳴る音楽を表現してきた。ザ・ロックやパイレーツ・オブ・カリビアンのテーマは特に有名。日本ではフジテレビ系で放送されていた。 料理の鉄人の BGM にも使われた映画バックドラフトのテーマ曲などが有名である。また、日米両国で大ヒットを記録したラストサムライのサントラ作曲を手掛けたが、これはちょうど彼の100作品目という節目であった。また、世界的人気ゲームであるコール・オブ・デューティーシリーズの1作品であるコール・オブ・デューティー・モダン・ウォー・フェアに似て、 初めてゲームに楽曲を提供し話題になった。彼の手掛けたグラディエーターのスコアはゴールデングローブ賞の音楽賞を受賞したほかアカデミー作曲賞にノミネートされるなど高い評価を受けたが、ホルストの組曲惑星の火星やワーグナーのニーベルングの指輪と告示しているという指摘を受け、2006年ホルスト財団から著作権侵害で訴訟を起こされた。 自ー側は盗作ではないと主張し全面的に争っている。ありがとうございます。